髪が。さあ、行くぞ。どうも、ヒューガナツマンボです。さあ、お待たせしましたよ。久々のヒューガナツクック、マンボークック、ちょっとわからんけど、今回、ちょっと夏だから、食欲がない。おつまみでいいや。何作ろう。どうこちらです。アジ、2匹。もらいました。船で釣ったみたいです。大きさがね、40ぐらいあるよ、これ。これを使って、とりあえずアジの刺身と、なめろう、ふた初めて作るから試行錯誤で作っていきます。それでは、参りましょう。マンボークック。さあ、行くぞ。はい。ということで、さばいていきます。ってこんなでかいな。どうする？とりあえずこの、もうちょっととりあえず下処理して、内臓取って、なんか綺麗に洗ったので、そのままさばいていきます。まずは、ここね、いっちゃいます。最近全然開けてなかったから、ショウゴたちが開けてましたよ。ショウゴと栗がね。餃子と餃子と違うわ。なんか、開けてない。味は、ここを4点、いつものところに4点入れて、入れたら、これすっげえトゲあるから気をつけないかな、これ。この頭のところ、もう一個のところでちょっと説明するけど、頭のところから、ベリって剥がれるから、味。これね、ベリって剥がれるよ。ほんま、このまま皮引いちゃう。で、引きにくいときは、キッチンペーパーで掴んで、皮引いちゃえばいいだけだから。こうやって、ベリベリって。でけえかい、こんだけあれだけど、こうやってね、こうやってこんな感じで、はいはい、じゃあこんな感じテイクワンね、これで、反対側も同じようにね、こう取っていく、こんな感じ。そしたら普通にさばいていけばサムルしてできるから、まあ、やってみるわ。まず腹側からでかいね、これもう九州の方ではだいぶいいのが上がってるみたいだよ。みたいなやつででかいから骨もでけえわ。何味って言うのかな、ギガ味、メガ味、こちら腹骨をすくう。ちょっと多めに取っちゃっていい。で、反対側もしてね、力を入れて、よし、 OK。 次、この中骨ね、中骨はもうね、でかいから普通にさ行っていいと思うから、ここから斜めに、こんな感じ。ほら、こっちから見たらほら、すごい、あれ一枚違う、これ中丸取っちゃって、風邪つ中丸取っちゃって、魚を今日30匹ぐらいもらったんだけど、さすがに夜中にはさばけねえなっていうことで、相棒のミスターティーに頼んだんで、そこはもうご勘弁を。そしてこれを半分に、はいはい、突っ込んで、骨はそのままこうまっすぐ切ればよかったんじゃないなって話。いいって、そういうこと気にしなくて。はい、これで一回ちょっと洗っていきます。はい、じゃあ次は素洗い。ごめんね、画角がちょっと1だけど、ごめん。素洗いでちょっと臭みを取っていきます。くぐらせるだけ、もうすんごい油だ。これで臭みが取れるんだって。ん？臭みが取れるの。ここでちゃんと水分取らないとネチョネチョになっちゃうから、魚は。味のみずみずしさが欲しい。で、まずここで一旦ちょっと矢で切っていきます。今回使うのみょうが、大葉、しょうが、どうも濁点ばっかりやつ、ごめんねごめんねーね。どんぐらい入れるのが正解？わからない。料理で正解になったらいいんだから。で、次これアジをちょっと細めに切っていく。一回ちょっと手元動画見せるわ。とりあえず、あ、これぐらい、こんなもんね、に切って、あと一個、でかいよねこの味。で、これはこれぐらいで、こうやって形を切っとくと、後でこう滑らかにした中に混ぜれば味の食感が入るでしょ。
はい。で、これは、この中に入れとくから。はい、次。次はもう、作っていくから。いいですか？もう、これは一緒。これは一緒っていうか、もう、これ適当でいいんだけど、魚も生きてたわけだから、最後まで丁寧に、ね。なんか、なめろうの由来って、なめらかとか、そういう意味があるんだって。いろんな諸説があるみたいだから、なめらかが、なまって、なめらか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 ってなったらしいよ。多分ね。で、これを、なめらかにしていきます。こんな感じ。そしたら、薬味を入れていきます。薬味、まずこれ生姜。大葉。今ちょっとみょうがを水にさらしてるんで、もう一匹の味の皮引きね。ここに線入れて、こっちにも線入れて、反対側も取ってるんで、最後、骨、ね、この頭側を、これ。これだけ。これ、鱗ついたままでも大丈夫。そしたら、ある程度、綺麗に。すごいよな、味って。食べても毎日さばきやすいって最強じゃん。なに？で、あとはこれを普通にさばいていくだけ。さっき入れたところから1本。で、こっちから1本。で、ここを切る。こんな感じ。はい。じゃあ、これ、アクに、アクが出るかな、これで。見終わってね、アクが出るんだって。あったあった。こうやってやらないといけない。で、これを完全に滑らかに。滑らか、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 いいと思う。で、ここにちょっと広げて、味噌ね。味噌をこうお好みで少々、少々適量、ちょっと多めに。味噌はね、ちょっとほら、旨味を出しそうやから、思うてるに、醤油。醤油ちょっと。骨ちょう。いいじゃん、すげえ、すげえなんだろう。滑らか。あら、うまい。ほんとね。はい。もう、だいたい混ざったから、ここで、最後に、見て、残してたやつ。こればらまく。こればらまいちゃうからね。多いな。いい。いいよ。多くてもいいよ。ちょっと味のあれが、食感があった方がいいでしょ。味を楽しみたいでしょ。少しは。そしたら、お皿に、大葉を一枚。1枚、2枚。ご飯の上から。置く。本当はすだちが良かったけど、最後にこれも添えて、完成。はい。これを誰が最初に食べる？マンボウ？違うでしょ。出しに行くわ。誰に渡すかは楽しみで。じゃあ、現地まで。バイバイ、こっちか。はい。持ってきましたよ。ダメだ、俺まだ書いてないから。まだ食べてないの？そう、今日はエンディングはもうアイアンでちゃんとほら、いつものレモンサワーもここに置いてあるからね。これは何？レモン、まあ、とりあえずまま最初は絞らずに食べてもらって、うん、7時に来ると思って待ってたの見て、10時前。こっちもまだ食べてません。いただきます。どう？うん、うまい。だろう？うん、シソがいい感じ。どう？レモンサワーやろ。これレモンサワーやで。ちょっとレモンかけてん。レモンまでつけて。本当はすだちが良かったんやけどね。レモンしかによって。あー、うまいわ。これうまいな。うまいわ。やべえやろ、うますぎて。はしごと食うとええやん。あ、いいわ、酸味が。あ、そう、うん、やっぱレモンの方がいい。すだちがいいかな。やっぱすだちがいいよね、うん、な思った。もう美味しいです。これとりあえず飽きたら、うん、お茶かけてお茶漬けにできるから。俺帰って食うわ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまた次の動画はまだ何個か作ってるから。あ、そうですね、うん。
ちょっとまた、じゃあ次の動画で会いましょう。バイバイ。